おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、ニューヨークの平均株価、ダウ平均株価ってのを見てみましょう。最近の騒動でだいぶ値を下げているところがありますよね。ここです。ドカーンと下がりましたよね。このね、10日間ぐらいを見てみると、それまではずっと堅調にいって、ちょっと伸び気味だったのかなと思ってましたけども、ここに来てドカッと下がりました。これはまさにね、景気感なんですよ。もしかしたらこうなるかもしれないっていう不安が、こうやって、次々とね、投げ売りを誘うわけなんですよね。でも考えてみてください。株が売られるってことは、誰かが買ってるんですよね。これなんで買うんでしょうね。買った人は儲けるために買ってるんですよ。あ、安くなったと。この価格で売られているものが、この価格なの、まだ安くなるの、どんどん買っちゃいますよね。では日本の平均株価の方を見てみましょうか。で、日本の平均株価もこういうふうにね、安定してきて、この辺からおやおや、ドカーンと下がってきましたね。この10日間ぐらいの推移を見てると、本当に下がりっぱなしですよね。で、株を売るってことは誰かが買ってるんですよ。この買ってる人ってのは後々儲かるんでしょうね、きっと。狼狽売りってのがありますけど、まさにそれですよね。はい、ではね、今日の相場解説に帰っていきます。これがですね、ドル円の2月28日6時38分の、これはデイリーなんですけども、私はね、今回ここを上回った時に、ここが主戦場になるよっていう風な見解を出しました。しかし昨日の大きな陰線でですね、またこの辺に戻ってきましたね。全体的に右肩上がりなのは変わんないんですよ。でもこの突出した部分がドカーンとあって、今またね、109円の665になってきました。ちょっと考え方を修正しなければなりませんね。はい、ドル円っていうのは、FX ですよね。その時その時勝負なのが、すぐにクイックレスポンスできる有利な点です。株っていうのは一旦買うと、すぐに売ったりすぐに買ったりっていうのがね、なかなか難しいんですよ。で、株ってのは何で儲けるかっていうと、長期で、その利回りとか配当で儲けるわけですね。だから、なんていうんですかね、FX ってのは、本当に一発勝負なんで、株に比べて、学ぶことってのはそんなにないです。でも株っていうのは基本的に、一回買って、10年とか30年スパンで放置しておけば、まあ大体儲かるようになってるわけですね。ただ今回はですね、株はちょっと危険かなというふうに感じるのは、株っていうのは会社の株なわけですよ。で、会社っていうのは倒産があり得るわけなんですよね。でもドル円っていうのは、基本的に国とか経済、この通貨なんで、倒産はなかなかしないんですよね。はい、相場に戻りますけども、こういうふうに安定したのが、こう急騰して、お話したように N を書いて、その後、ソーサートップを書いて、ソーサートップのちっちゃい、またソーサートップが出てってことで、ここまで順調にいってましたよね。その後、横ばいに入るんで、昨日ですよ。見ていきましょうってことを話しましたけども、こういうふうにボラティリティを大きくしながら、下の方に移動平均線もね、開いていってました。これからは売り目線を見ていかなければならないのかなと思います。では、1時間の方を見てみます。1時間はね、横ばいから売り目線に入っていきました。ここら辺から見ても、バーンと、1時間は売りかなと。で、4時間も売りかなというふうになってきました。今までは、デイリーが買いで上目線で、4時間がどっちとも取れて、1時間が売り目線でした。今日はですね、4時間も売り目線になってきました。ということはデイリーも売り目線が強くなってくるんではないかなっていうふうに感じるわけですよね。だんだん小さい時間軸ってのは大きな時間軸に影響を及ぼしますんで、もしかしたらここをピークにしてですね、こういうふうになってくるんではないかなというふうにも感じるわけですよ。さあ、皆さんの予想は以上、いかがでしょうか。では失礼します。